変わってないもんがないように変わったというか、うん、あの打つところは全部変わりましたね、うん、まあ射撃場の方はあの見ても分かるように芝も張り替えて、まあ、無機質なこう素材の色が多いんで、まあ、グリーンをきれいにしてっていうところで、まあ、今きれいになってるんじゃないかなと思う。あとスコアボードとか、まあ、ちょっと置いてあるテーブルとか椅子とかをちょっと洒落た風にしたりとか、まあ、今はそんな感じだよね。なんか嬉しいよね、やっぱりきれいになるって、うん、完成度、まだクラブハウスを作ったりとかそういうのがあるんで、まあ、気持ち的には 50% ってとこなのかな、うん、ここからだから何をやっていかなきゃなんないかとか、これが足んないなとか、これ余分だったなとか、いろんなことがまた出てくるんじゃないのかなと思うんだけど、安く上がるようになったらそれはそれでありがたいよな。そうですね、お金を払えばいいってもんでもないんで、まあ、あんまりお金かけないで良くなっていけば一番いいっちゃいいんだけども、まあお金かけないで良くなるものってあんまりないんで、それはもうしょうがないよね。うん、いや、まあ今プレーオープンってことで、グランドオープンは来年の1月1日からってことでしようかな。それはやっぱ安全なこと考えたりして、まあ、警察の方からも要望があってあったんで、カメラであったりとか、それはもう至る所に入ってるし、スコアボードもデジタルになって、あとは天井が普通の板じゃなくて透き通ってるんで、一応UV カットはしてあるんだけども、日が入るようにしてあって、何明るさっていうかね、それとやっぱ柱の数が自分が打つとこの横に柱がないんで、動きやすいというか目障りじゃないというか、でブロック塀とかそういうのを壊してアルミの塀に変えて、まあ多少なんつうのかね、視野が広く使えるように。前よりかどうだろう、1割2割は増えてるんじゃないかね。やっぱそうやって考えると、皆さん綺麗なところに行きたいってことなんだろうね、うん。まあ、射撃場が綺麗になったっていうことで来てくださる、まあ、お客さんだよねには楽しくプレーがゲームができるようになってくれればいいなっていうふうに、まあ、思ってるだけかな。まあどんなにお金かけて綺麗にしても何しても、いやここはどうじゃねえこうじゃねえって10人問いろと言うけど、100人が100人喜ぶように作れっていうのもなかなか難しいんで、まあ、そういった面では、まあ、自分ではかなり 100% に近いぐらいいろんな規制の中でできたんじゃないかなって思っているんで、まあ、来てる くださる人には、まあ、楽しんでゲームをしてもらえたら、まあ、幸いかなってそういうふうに思ってます。